今日は体調不良で。
大丈夫よね。普通の理由ですね。はい、はい、普通の理由ですけども、はい、でも本当に ありがとうございました。はい、ちょっとどっち行ってください。ありがとうございます。でも本当にね、じゃあ本当にバトルで予選通るってすごいんだって。そうなんですよ。本当にめちゃめちゃ大変なんですよ、うん、あ、今日下克上っていうね、バトル、ただバトルイベントやってますけど、やりましたけども、あの本当に予選通った人間ってすごいと思うんですよね。はい、素晴らしいと思います。マジ拍手してください。本当に拍手したいです。あの、会ったらおめでとうって言ってください。本当に、ね、はい、で、こういう場所は、あ、最近バトルとかコンテストが多いでしょ。俺嫌ですね、不慣れ嫌です。はい、なんでですか。いや、こういうところでね、素直に踊るの昔いっぱいあったんですよ。でも今どんどんなくなってる。なんでか分かります。人が入らないからなんですよ。できないんですよ。バトルとかコンテストじゃないと入らないからできない。でも、ね、こういうところでただみんなで楽しく終わって、ね、歌って踊って最高じゃないですか。はい、ね、はい、本当にもう、そうです、ね、素晴らしいと思うんですよ、はい、そういうストリートダンスを盛り上げるみんなが大好きなんですけど、俺がこういう真面目な話すると誰も聞かないから、もう絶対下ネタしか言わねえ。そんなことは下ネタしか言わねえ。俺絶対に言わねえ。聞き出ましたからね、結構薬指だとあんまり吹かねえぜ。何の話してるの。すいません、本題やましょう。見つけました、すいません、本題やましょう。薬指は使いにくいんですよ。まあまあまあ、いや、ブーじゃねえし、ブーじゃねえし、ブーじゃねえし、高いですね。ブーブーですね。はい、あとは